マリー・クリスティーヌ・カロリーヌ・はデライード、フランソワー,ーズ・レオポルディーヌ・ドルレアンは、7月王世紀の、フランス王、ルイ・フィリップの娘、彫刻家。ジャンヌ・ダルクの図像表彰を、それまで、約250年にわたって、主流だった、リーン系の図像から、実証的な男装選手の図像に転換させる上で、大きな役割を果たしたことで知られる。ルイ・フィリップと、妻、マリー・アメリーの、 第三子、次女として生まれた。マリーは、歴史や文学に関心が深く、芸術的才能に恵まれ、詩や三文を、スラスラと執筆したが、得意だったのは、音楽や、とりわけ美術制作であった。画家リシェフェールの弟子となり、彫刻制作に対する情熱に目覚めた。チュイルリー宮殿内に、自分専用のアトリエを用意してもらい、そこで、数多くの彫像を制作した。 現在でもよく知られている、マリー王女の手になるジャンヌ・ダルクのブロンズ製素像は、ドン・デミラ・ピュセルのジャンヌ・ダルクの聖火の前や、オルレアン視聴者前に設置されている。彼女の芸術活動は、王族の手慰みだという辛辣な批判にさらされたが、マリーの才能は、美術界においても評価され、地位を確立した。マリーの作品で現存するものは少ないが、 それは1848年革命の際、チュイルリー宮殿に乱入した群衆による乱暴老石の結果、王女の制作物の大部分が破壊されたためである。1834年、両シチリア王フェルディナンド2世の弟の一人で、母方のいとこにあたる、シラクーザ博レオポルドとの縁談が持ち上がった。しかしこれはマリーが、兄弟姉妹と共に分割相続することが、 取り決められていたオルレアン家の不勇な財産に預かろうとして進められた演談であり、1834年4月にフランスで小規模な反乱が起きると、7月王政の継続に不安を抱いたナポリ宮廷は、マリーの相続分を手早く確保しようとして、マリーの早急な腰入れを要求した。ルイ・フィリップは、ナポリ宮廷の露骨な態度に劇役し、 娘とシラクーザ・ハクトの縁談を通りやめた。1837年、アネムコベルギー王レオポルド一世が、老いのビュルテンベルク公・アレクサンダーを、マリーの花婿候補として推薦し、マリーはこれを受けることにした。1837年10月17日に、ベルサイユのグラントリアノンで二人の結婚式が行われた。民事婚は大法官、パスキエ公爵が執行した。 花嫁はカトリック、花婿は福音派という異種派間の婚姻だったため、カトリック側の婚礼をベルサイユ司教が福音派側の婚礼をキュビエ牧師がそれぞれ指揮した。続く数日間、フランス王夫妻主催の盛大な結婚披露宴が賑やかに祝われた。結婚式の後、夫妻はドイツ諸国の宮廷を訪問する新婚旅行に出かけた。 アレクサンダーの姉ムコザクセンコーブルクゴータ公、エルンスと一世の住むゴータの宮殿に滞在した時、宮殿が火事で焼け落ちて、若い夫婦は命の危険にさらされた。マリーは焼け死にそうになりながら、真冬の戸外に逃れ出たが、この火事のため極寒の中で避難生活をしたことが、命取りとなる肺結核を患った原因の可能性がある。 1838年7月30日、公爵夫妻の一人息子フィリップが誕生し、母親と同じくカトリックの洗礼を授けられた。しかし出産はすでに衰弱の始まっていた、マリーの健康状態をさらに悪化させた。1838年秋、肺結核の治癒には温暖な気候での生活が良いと、スルイ氏する医師の勧めに、一縷の望みをかけて、マリーは、 生まれたばかりの息子を伴い、イタリアへ、天地療養に出かけた。しかし、家族の期待も虚なしく、マリーは1839年の年明けに、ピサのパラッツォビテッリで息を引き取った。遺体は、オルレアン家の母大寺であるドルーの三類王室、礼拝堂に安置された。現存するマリーの彫刻作品は、以下の通り、1581年に、 オルレアン視聴者職員の注文で描かれた、被弾層、女性服姿で、当時の流行の羽飾りを頭につけたジャンヌ・ダルク像。19世紀初頭まで広くルフした。高山和彦、ジャンヌ・ダルク岩波書店、2005年、P101、アールペルヌー、MV クラン、ジャンヌ・ダルク東京書籍、1992年、P453、高山、前景書。 P106 から107ありがとうございます。